どうした？あ、ほほう、適当の割にはやるもんですな。大臣さん、待て、適当じゃないぞ。これ結構作戦のうちやぞ。おい、ふざけるな、おい。はぁ、理解してくれないようだ。まあ、このポイント、だから、その、養分吸って養分を吐くっていう、こいつらがやってて、それで、緑色の濃さが上がっていくと砂みたいになったり、得体の白玉になって、で、まあ、このゲジゲジ、蝶みたいなやつが飛ぶようになって、で、こいつらも体力があって、こいつらも死にます。餓死します、下手すると。お、来た。これが、ムカデ男ってやつなんですけど、こいつはガジガジを餌にするっていう、このゲジゲジみたいなやつ。だから、今ちょっと、無理だなって。で、まあ、このガジガジゲジゲジは、この、ドルワーが後ろに出て、塔に出てくるようなスライムを餌にして食ってるっていうので、で、この、さっき、何も言わずに適当やってるように見えたんですけど、これを、コマを押すと、まあ、トカゲ男っていう素晴らしいのが出てくるんですけど、このままピッてやると、魔法陣になるっていう。まあ、わかんないですよね、そんな言っても言わないでしょ、やったら。僕も何言ってんだろうと思っちゃってますよ。あーはー。でも結構だいぶ、うん、いいね。いいねって。いいね。うん、いいと思うよ、僕は。素晴らしいと思いますよ。うん、素晴らしいと思うよ。素晴らしいだろうな。素晴らしいよ。これ YouTube 投稿できるかな？憧れみたいな感じになってる。まるでなんかサッカー少年があれ憧れるよ、みたいな、あれみたいな感じで、YouTube 行ってみてえな、みたいな。YouTube 行ってみてえな。このゲームは、奥深いゲームで、1しか持ってないんですよ。2欲しいんですけど、お金がね、足りないんですよ、僕、使い道は。なんか、金使い荒い荒い荒いって。今回も、なんか、青鬼の実況野郎を持って買った時のマイクがゴミ並みのパワーで、新しくマイクを買って、なんか今パラボナアンテナ的な形状をしてるおしゃれなやつで、結構お気に入りなんですよ。音拾えてるかな、このパラボナくん。まあいいや。拾えてなかったら笑えるよね。今からだいたい7分35秒くらい経ってるけど、その7分35秒返してほしいと僕は思いますよ。なぁ、喉疲れる。実況って楽しいようで辛いようで。うわ。あいつは暴走してんぞ。これはラッキーチャンス。この星型は魔法のモンスターが出せる。まあ出してみましょう。ほい。可愛らしいのが出てきて。で、まあ、さっきのドルアーガのあれと同じ行動をするわけです。なんか、おい、へい。よいしょ。どこだ？いた。本戦に入ってる。罠作っといたろ。イエーイ。で、このゲームは、左下ら辺に掘りって書いてあるのがあって、その数だけ、こうやって掘っていける。あ、出ました。トカゲ男さんです。強い。強くない。そろそろパワーアップさせないとダメだな。このゲームのポイントは、なんか地味にこういうところで大きな大部屋作ったり的な、ああいうので迷路化させたりとか、まあなんか、奥深いんですよ、とにかく。だいぶ奥深いゲームで、もう素晴らしいと思ったんですよ、僕はこれは。こうやっとくと、例えば、あ、罠ができた、みたいな、なりますよ。あーはー。アルボース、ルルララララ。ここら辺モンスターいねえな。ここら辺一番大切なところなのに。ほら、ボス戦の近くになってくるとめちゃくちゃモンスター強かったりするっていうのに、モンスターが一体もいないっていう状況はさすがにまずいわ。それでも魔王か、破壊神様か。っていう話ですな。どこ行った？来た。あ、めっちゃ暴走してる。どうしよう。あ、ちょっと待ってください。得意って言いながら今結構ピンチな状況入り込んでます。さざざ。ピンクスライムか。死なないで。あー、レアなのに。レアだったのに。ああいう宝箱からはいろいろ出てくるんですけど、今のはあんま見たことないですね、僕も。レアなんか、レアが死んだ今。欲しかったな、レア。レア欲しかったのに。必殺技。
大迷宮を作り上げる。ここであ、まずいっす、まずいっす。え、なんぼ30 HP30、 耐えろ耐えろ、いけいけいけ、デーモン、伝説のデーモンで、ああ、ちょっと待ってください、ピンチ、めっちゃピンチ、ああ、まあ、よし、オッケー、セーフ、危ない。